キッス FM がお送りしているバンディーズワッツ群号、2月の10日なんですけどね、今回は大阪難波にあります、可愛い音楽教室難波センターに来ております。そして今回のゲスト素晴らしいですよ、林田健二さん、それからですね、空間、デザイナーの吉川葉月さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回、林田さんに出ていくバンディーズワッツゴーイングオンなんですけども、林田さんといえばですね、もう日本の J-POP 史上に残るたくさんの名曲も残されているんですが、一昨年東日本大震災がありました、はい、その中でね、もういろんな人が何かできないかなと思いました。でも何やっていいかわからないことが多いと思うんですが、林田さんはすごくユニークなプロジェクトで今支援をやってるんですよね。そうですね。でこれね、あの本編でも説明していただいてるんですが、せっかくですのでビデオにもどんなプロジェクトやってるのかちょっと説明していただきたいんですけど、僕らは歌で皆さんに何かを届けられないかということで、はい、みんなと一緒に曲を作ったり歌詞を作ったりして、そしてレコーディングをして、その曲たちを配信させていただいて、なおかつ被災者の方にも行ってライブなんかをさせていただいております。はい、でこれ最初に思いついた時には、ご相談されたのが吉川葉月さんということなんですけど、はい、これお話を伺った時どんな話をされたんでしょうかね。そうですね、林さんは震災後すぐに東北の方に現地を見て、はい、やはり想像してたようで、はい、でやはりもっと、意味のある力になることをしたい、うん、何かアイデアはないだろうかということで、はい、ご相談をいただいたんですけれども、はい、具体的に何かやりたいことがあるんですかとお伺いしたら、林さんは何もないとして、何もない、無だと。そうなんです。じゃあこの無をいっぱいにしてくれよ、そういう気持ちだったんでしょうか。そうですね、はい、さすがですよ、はい、注ぎ上手なんですよ、こうね。じゃあこの無の林田という林田健というカップにこのみんなの思いが注がれて生まれるのが歌ですか。そうですね、今のところ。でもこれからはそれ以外にもみんなで踊り踊ってもらったりとか、はい、いろんなこともしていきたいなと思っていますけど、今はまず曲を作ろうとやっております。ちょっとここでおさらいしますが、じゃあ林田健二さんが、あるライブ会場か何か来ます、はい、そこで、皆さんが集まります、はい、で普通は林田健二さんが演奏して歌って聴くという関係なんですが、これはじゃあ東日本大震災の被災地に向けてみんなが何かメッセージの言葉を出し合って、それを歌詞になって、そうですね、はい、それが一つの歌、はい、でそれが、そこでその場でレコーディングされて、で、配信されると、はい、いうことなんですよね。でこのビデオでもぜひぜひ皆さんにお伝えしたいのが、これに協力してくれる方、はい、ということなんですが、その辺はちょっとお願いします。もうぜひはい、できることで、本当に僕らも限られているし、そんなにたくさんできないんですけども、みんなが小さな力でも重なっていければ大きなことができると思いますので、はい、あまり恐れることもなく、はい、僕らは全然怖くないので、はい、ぜひ一緒に曲を作ったり歌を歌ったり歌詞を作りに来ていただければなと思います。よろしくお願いします、はい、それからこのですね、キッス FM が流れているエリアというのは当然この神戸エリアになってくるんですが、当然18年前には大きな地震がありました。被災している人が多いんですが、何かやりたいと、例えばうちに来て、うちとか例えばライブハウスに来て、やってくれないかとか、それから私が主催してこのイベント、お父さんがやりたいとかいう人がいれば、はい、お声掛けすればもう喜んでやってまいります。はい、はい、じゃあ、これは林田健二さんのホームページもしくはフェイスブックを見ていただいて、そうです、あとはみんなのお父さんのフェイスブックも、はい、ホームページもありますので、ぜひともチェックお願いします。はい、でこれ YouTube でね、この番組宣伝流しますんでね、これ神戸と限りません、全世界ですから、全世界で林田健二を読んで、何かやりたいという人はぜひぜひ声かけてください。よろしくお願いします。ということで、素晴らしいプロジェクトをやっている林田健二さん、そして、吉川葉月さんは、2月の10日の登場です。お楽しみに。